タウンボックスは三菱自動車工業が販売するワンボックス型の軽自動車でありミニキャブの乗用車バージョンにあたる初代モデルは1999年4月から12年7ヶ月間にわたって生産・販売され一旦は生産・販売を終了していたが2014年2月に鈴木が発売しているエブリーワゴンの OEM モデルとして 約2年3ヶ月ぶりに復活した。本校では、1999年6月から2001年3月に生産されていた小型普通車登録のタウンボックスワイドも合わせて記述する。ブラボーの後継として1999年に登場。ミニキャブをベースにしているが、ワンボックス車としては、初の5ナンバー車となった。初期の広告などでは、 t-box, t b o x スワイドと呼ばれていた。駆動形式は、鈴木エブリーや、ダイハツアトレーなどと同様に、フロントタイヤが前方に移動し、エンジンを運転席下に搭載するキャブオーバーの、フロントエンジンリアドライブ方式を採用しているが、エンジンルーム工法を若干、えぐり鉱石や下元空間を拡大することで差別化を図っている。リアシートは、 ベンチタイプではなく独立したキャプテンシートとリアラゲッジのウォークスルー機能を装備していた。ブラボーよりも小さなリアシートは快適性に乏しく、鉱石格納時はカーゴルームに穴ができてしまうことから2000年のマイナーチェンジで一般的な分割格納型ベンチシートに変更されている。リアコンビネーションランプは丸型4等式が採用されている。 さらに通常は一体型が採用されるテールランプとブレーキランプがそれぞれ独立しており、これは当時軽自動車としては唯一の例だった。上下に分割された円形のランプが左右で2つずつ横に並んでおり、外側2灯がテールランプとウィンカー、内側2灯がブレーキランプとバックアップランプとして点灯する。タウンボックスにはパワーウィンドウや センターロックなどの快適装備は、他のライバル車同様に、標準装備だが、ブラボーに設定されていた、スライドドアパワーウィンドウは搭載されなかった。さらに、軽自動車発のカセットチューナーとは別に三菱独自の、ムズカーナビゲーションも設定されたが、ダッシュボード上部が膨らむ形式のため、メーカーオプション扱いとなる。 2014年2月のミニキャブのフルモデルチェンジに合わせ、約2年3ヶ月ぶりに復活。2台目は、スズキエブリーワゴンの OEM 車種となっており、外見上では、エブリーワゴンから、エンブレム類を変更した程度である。リアの社名エンブレムは左上に配置される。新たに、エアロバンパーとスポイラーを採用したことでスタイリッシュな、エアロフォルムとなり、同時に、 フロントグリルフロントフードガーニッシュフォグランプベゼルドアハンドルにメッキを採用しフォグランプやアルミホイールを装備することでより上質な印象としている内装色にはベージュを採用フロントリアともにセンターアームレストを備えたほかリアシートは 150mm の前後スライドとリクライニング機構を備えたことでワゴンとしての快適性を高めたまたリアシートは初代 後期型同様に分割化等式となっているが、フロントシートも倒して、フルフラットにするなど多彩なシートアレンジが可能となった。収納スペースに関しては、インパネボックス、インパネセンターポケット、運転席リッド付けインパネポケット、助手席、インパネトレー、グローブボックス、センターコンソールトレー、オーバーヘッドコンソールなどを備え、使い勝手を高めている。 装備面では専用リモコンキー、運転席スイッチ、ドアハンドルの三通りの方法で開閉できる、電動スライドドアと軽い力で全閉できる、スライドドアイージークローザーを新たに、標準装備。合わせて、後席スライドドアに連動して、出現、格納し、乗り降りをスムーズにする、電動オートステップを上級グレードに、標準装備したほか、フルオートエアコン、リアヒーター、 運転席、シートヒーターも、標準装備された。また、キーレスエントリーキー以外の操作でドアを開けると、ハザードランプと保温などで警告して、盗難被害を防ぐセキュリティアラームシステムも、採用された。パワートレインは、ターボエンジンと 4AT の組み合わせのみとなり、エンジンは、DOHC 化された。なお、ミニキャブの場合同様、 マツダや日産自動車にも OEM 供給が行われていることから日本の自動車市場では稀な4兄弟車種となった。また2015年2月に OEM 元のエブリーワゴンがフルモデルチェンジされたことを受け翌月にタウンボックスもフルモデルチェンジを発表したため本題の販売期間は約1年1ヶ月であった。2015年3月に ミニキャブ版とともに OEM モデル以降後発のフルモデルチェンジを実施。2台目に比べて室内長、室内幅、室内高を拡大して広い室内空間を確保。フロントシートをベンチシートに変更してシートスライド量を拡大したことで全席をークスルーも可能となった。さらにホイールベースの拡大とリアシートスライド量の拡張により 前後乗員間距離も拡大した。装備面では新たに、ワンタッチ電動スライドドアを、G は、後席助手席側に、G スペシャルは、後席両側にそれぞれ採用するとともに、リアスライドドアのドアハンドルを初代と同じ縦型に変更。また、助手席側サイドアンダーミラー付けドアミラー、車速連動式、オートドアロック、オートライトコントロール、エンジンスイッチ、 キーレスオペレーションシステムも新たに採用。3本、スポークステアリングホイールにステアリングオーディオスイッチを追加した。エンジンは、吸気可変バルブタイミング機構や電子制御スロットルを備えて燃焼効率を高めた、インタークーラーターボ仕様の R06A 型に、置換し、車体の軽量化も、相まって燃費を向上した。座席は2名、X3 列で、 定員は6名で、すべてが、セパレートシートのため、片側のみを収納すると長尺物の積載が可能となる。サードシートは、タウンボックスのラゲッジスペースに後付けした形で、装備されており、収納は左右の壁のへこみへ跳ね上げる形で、寸法は小さく、座面、背もたれともに平板で薄い。特に背もたれは低く、ヘッドレストもつかない。 補助席のような作りである。このため実質的には4人2人乗りである。オーバーフェンダーを採用し、悪の強い顔や、補助席のような小ぶりの3列目シートはユーザーに敬遠され、ダイハツアトレ7発売後は、三菱リコール学士も手伝って、販売台数が月間100台以下と低迷した。派生者としてプロトンジュアラがある。ありがとうございます。